健康食品とは、広く健康の保持増進に資するものとして販売され、利用されている食品。ただし、日本や米国などでは、健康食品に関する、法律上の定義は存在しない。一般的に、通常の味植物の形態をとるほか、粉末や、錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素や、 動植物の抽出物を補給するものはサプリメントとも呼ばれる。日本では健康食品についての法律上の定義はない。品目分類の HS 分類や日本のオリン企画等に関する法律にも健康食品の項目はない。日本の制度では食品は医薬品などと区別され、食品はさらに一般食品と保険機能食品に分けられる。いわゆる 健康食品は一般食品に属する。2003年から2004年にかけて13回行われた行政による健康食品に係る制度のあり方に関する検討会においての定義は広く健康の保持増進に資する食品として販売、利用されるもの全般とされている。この検討会でも健康食品から保険機能食品を除いたものを いわゆる健康食品と表現している。日本では健康への働きを表示できる食品として、保険機能食品があり、先のように、保険機能食品には、特定保険用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。1991年に、保険機能食品の制度は定められ、まず科学的研究を実施し承認された。 特定保険用食品の制度とともに出発し、2001年より特定の栄養素を含んでいるという栄養機能、食品、2015年より他で実施された科学的根拠をもとに表示ができる機能性、表示食品と拡充してきた。またその中で特保の根拠となった研究の参加者が6人と少数であったり、含有される成分が足りなかったなど、 その信頼性についても議論されてきた。なお、日本で栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示の製品もあるが、機能性の表示が認められない一般食品である。区分医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、及び食品衛生法によれば、すべての口に入るものは、 医薬部外品を含む抗義の医薬品と食品に,医に区分される。この表には2015年からの機能性表示食品は反映されていない。医薬品、食品ともに厚生労働省の医薬食品局が監督している。なお、錠剤やカプセルなど医薬品類似形態のものは1971年により販売が禁止されていたが2001年。 医薬品の範囲に関する基準の改正についてで基準が緩和され食品であることを明記すれば販売が容認されることになった。食品の区分の変遷順に特定の区分、特定の品目において食品として販売できるよう基準が緩和されてきた。医薬品的効能効果を標榜しない限り食品と認められる成分本質のリストに載っている1000ほどの成分は 効能効果を表示すれば、医薬品、表示しない場合は、食品として販売される。表示に関する既成健康食品には、エビデンスのないもの、エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスがあっても、保健機能食品でなければ、表示すれば、医薬品医療機器等法違反となるため表示できない。このため、効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ない。 チラシや観光物でも、効能効果の表示が許されていない。行政による公的な検証を経ないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証することになる。2005年、いわゆる健康食品の摂取量及び、摂取方法等の表示に関する指針についてで、表示の指針がある。一日あたりの摂取目安量通常の形態及び、 方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法摂取をする上での注意事項バランスの、取れた食生活の普及啓発する文面。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。の記載症薬の取り扱い日本では、漢方などで用いられる在来の木薬の一部が、医薬品として認められているが、西洋ハーブが健康食品として流通している。 西洋ハーブはアメリカではサプリメントとして EU では医薬品として流通していたが日本ではアメリカからの外発によって1998年のハーブ類の形態に関する規制緩和をしたため健康食品として流通販売できることとなった2003年6月24日一般用医薬品としての省薬製剤の審査のあり方に関する検討会で こうした西洋ハーブに関して厚生労働省でも検討会を開いた。以下のような意見が寄せられた。さらに日本と EU 諸国では承認制度が違い EU 諸国ではこうした既存の気薬は動物実験で安全性を確認するだけでいいのに対し日本では高額な費用と数年以上の期間を必要とする通常の知見が必要とされる。 生薬は特許が取れないため事業者は採算が取れないことから知見が行われない。この検討会は2回目は開かれなかった。2007年3月22日、厚生労働省医薬食品局審査管理課は、日本で承認が難しく健康食品として流通していた西洋ハーブなどの木薬については、海外のデータの利用を承認し、今後は、 医薬品の承認申請の負担が軽減されることとなった。2007年7月以降、健康食品の安全性確保に関する検討会が行われた。保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。健康食品の品質を見極めるとき、評価基準の一つとすることができる。 健康増進法及び食品衛生法により定義され特定保険用食品と栄養機能食品機能性表示食品の3つに分けられる特定保険用食品特定保険用食品のマーク厚生労働省時代のもの効果や安全性の審査で健康の維持増進に役立つ科学的根拠が認められ消費者庁長官から表示が許可された食品 通称、特保、特保と呼ばれる。健康増進法に基づく特別用途食品に含まれる。1991年に導入された制度だが、認知度が低かったため、政府がヤクルト本社に特保を取得するように提案し、1998年認可された。医薬品ほどの効能がない食品機能を保障する制度であるが、 審査が厳しく認可取得に関する費用と時間がかかりすぎることが問題視されてきた。当初の所管は厚生労働省であったが、2009年9月に製造所固有記号の届出などとともに消費者庁の食品表示化に所管が変更されている。審査にあたっては消費者庁から専門家からなる。 内閣府消費者委員会へ諮問がなされ、消費者委員会の出した答申を参考にして、消費者庁が許可、不許可を決める。通常は消費者委員会の答申通りの決定がなされるが、消費者委員会が適切でないとしたノンアルコール飲料2種について、消費者庁が許可する事例が発生した。消費者委員会の答申が覆されたのは、これが初めて。 臨床試験では数十人の被験者数で行っていた企業が多かったが6人といった企業もあり2012年には基準策定が模索されてきた個別許可型商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要がある形態としては通常の飲食物や調味料食用油などの形態をしたものが多く錠剤やカプセル 粉末状のものは少数である。許可された成分と表示内容の、例企画基準型その成分を含んだ、特定保険用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されている、一定の基準を満たしている食品に関しては、国が企画基準を定めた上で、個別審査なしで許可を受けることができる。条件付き特定保険用、 食品2005年により制度化されたが、これまでに認可申請は、ほとんどない。特定保険用食品のうち、特定保険用食品の許可のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを、条件として、許可対象とされるもの。表示内容の前に、根拠は、 必ずしも確立されていませんがという正し書きが必須となる。特保の場合に数千万円とも言われる認可取得に要する費用が大幅に軽減されるわけでもなく、食品企業にとって取得のメリットがないため認可を取ろうとする企業が少なく、開発された条件付き特定保険用食品はほとんどないのが現状である。 機能性表示食品事業者の責任においてお腹の調子を整える脂肪の吸収を抑えるなどの科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品届出制で機能性の表示は企業の責任で行う2015年4月に導入された販売の60日前までに安全性及び機能性の根拠に関する情報を消費者庁長官へ 届け出ることにより表示できる。ただし、特定保険用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。特定保険用食品の審査が厳しく、認可取得までの時間と費用がかかりすぎるという、問題を受けて導入された制度であるが、消費者庁の審査が不要になったことにより、食品の機能性表示が容易に行えるようになった。反面、 チェックの方法が曖昧である。国は健康被害のリスクを全面的に消費者に追わせているなど制度を問題視する意見もある。また、届け出のあった商品の一部には消費者団体などから効果や安全性を疑問視する意見が消費者庁へ提出されている。その後、届け出後の機能性表示食品の中から効果が疑わしいものは撤回される事例が多数出ており。 事後チェックは、ある程度なされていると言える。栄養機能食品指定された、栄養成分を設定された、基準量を含んでいる食品で、国が定めた表現でそれを表示することが認められたもの。2001年に導入された、特定の栄養素を設定された、基準量を含んでいれば、食品衛生法に基づき表示できる。前述の特定保険用食品とは異なり、 消費者庁長官の許可は必要なく基準を満たしていれば表示できる。ただし、その際にこの食品の摂取によって特定の疾病や症状が改善するものではないという胸の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓発などの表記が義務付けられている。主にサプリメントに用いられるが、調味料やお菓子、 飲料水などにも表示されている。対象となっているのは2008年時点でビタミン類、ミネラル類の17種。許可の対象となる栄養成分は以下の通りである。2004年の健康食品にかかる制度のあり方に関する検討会では表示への規制も強く曖昧な表示や古代広告も増えているとされ、こうした 情報提供の歪みを是正し食品の機能を十分に理解できるような信頼できる正確な情報提供が求められるという方向性が示された。また、表示のための科学的根拠のレベルが高すぎることについても条件付き特定保険用食品の制度が示された。厳格な科学的証拠がある場合にしか表示ができないことも曖昧な表示が氾濫する一因であるとされた。 そして、食品の機能に関する表示の信頼性が高まっていくことによって、国民の健康づくりに寄与されることが期待されるという方向性が示された。さらに、食育の観点から、食品の機能や用法に関するデータベースが活用されるべきであるとされ、厚生労働科学研究費補助金によって、国立健康栄養研究所が健康食品に関するデータベースを、 公開している。健康食品に関するデータベースを作り、国民に広く普及させるという意見に基づいて、消費者の立場に立った科学的な根拠のある情報の公開がなされている。2006年、オトで消費者にとって、よりわかりやすいサプリメントにかかる情報を提供の推進として、国立健康栄養研究所のデータベースの紙媒体等への 情報提供手段を整備することが決定された。データベース独立行政法人である国立健康栄養研究所では健康食品の安全性、有効性情報というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には国立健康栄養研究所の監修で健康食品データベースという書籍が翻訳され、 発行されているが、英語の現代中のナチュラルメディシンズの和訳が、健康食品である。健康補助食品日本健康栄養食品協会は、厚生省の指導により、企画基準を設定し、1986年より、健康補助食品の認定マークを発行している。これは表示される成分がきちんと含まれているかを、保証しているとのことである。 資格健康食品のみを専門に司る国家資格は存在していない。2002年2月保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの要請に関する基本的考え方についてでは2001年に健康食品に関して適切な情報が提供できるアドバイザリースタッフの確保の必要性が提言されたことを受けてアドバイザリースタッフの定義や 要請方法が示された。同2002年12月には、独立行政法人の国立健康、栄養研究所が認定する栄養情報担当者の認定制度ができた。2004年、厚生労働省によって行われた検討会では、個々の状況に応じた食品の選択が、食育の観点からも重要であり、管理栄養士、薬剤師などの正しい情報を提供できる。 アドバイザリースタッフによる役割が重要であるとしている。2005年、健康食品に係る制度に関する質疑応答では、アドバイザリースタッフとして、栄養情報担当者や食品保健指導士、サプリメントアドバイザーが挙げられた。公的資格としては、独立行政法人国立健康、栄養研究所が認定する、栄養情報担当者があったが、2013年に、 廃止となり、民間資格のサプリメントアドバイザーに統合された。民間資格としては、試験での合格が必要なサプリメントアドバイザー、健康食品管理士、食品保健指導士日本健康、栄養食品協会や、受講や通信教育のみで、取得可能なサプリメントアドバイザーサプリメント指導士、サプリメント管理士、 サプリメントコーディネーター日本フローラルアート、栄養補助食品指導士日本栄養補助、食品科学検定協会などがある。医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品等適正広告基準等により、製造や販売、広告手法が制限されるが、健康食品は健康増進法により、 病気の予防効果や栄養成分の効果を謳う広告で著しい相違や事実誤認させる表示を禁止している。厚生労働省は財源難から先住職員を配置できず2009年に消費者庁が発足して所管官庁が遺憾されるまで勧告など処分実績はなかった。インターネットを通して 中華人民共和国で製造された法律にて、食品への使用が認められていない、抗生新薬や医薬品の成分が含まれる、ダイエット食品を購入し、食べたりした人が、腹痛、下痢、死亡するなどの健康被害を起こす事件も起きている。顔のエコナは、食用油として、初めて特定保険用食品に認定された商品で、あるが、グリシドール脂肪酸にエステルが、 他の市販食用油より多く含まれていることが解かり、カオは2009年、販売を自粛するとともに、特定保険用食品の取り消しの届出を行った。なお、グリシドール脂肪酸エステルが、実際に、グリシドールに変換されるかは、現時点では不明である。2015年4月1日から、機能性表示食品制度が導入されたが、 成分だけで機能性や安全性を判断することはできないとの批判がこの制度の検討の段階からあり他にもシステマティックレビューを行うと効果なしのもの食品安全委員会が安全性が確認できないとまとめようとしていたものなど問題が指摘されていたこの制度になって以降は効能の科学的論拠については製造業者の 責任で提出するのみで良くなり、安全性の検証は事後に実施されることとされた。このため、特保の審査段階で安全性に疑問が指摘された、成分を含んだ、機能食品が出現するようになっていることが、消費者庁の指摘で判明している。2017年には、特定保険用食品として承認された食品について、 関与する成分の含有量が足りていないため、景品表示法違反が下された。米国にも、健康食品の公的な定義はない。米国の制度では、食品は、一般食品、添加物、栄養補助食品、医療食に分けられる。栄養補助食品、医療食、特殊用途食品の定義はあるが、栄養補助食品や医療食でない健康食品は、 一般食品の分類に入る。栄養補助食品は1994年の栄養補助食品健康教育法によって定義されている。栄養補助食品は栄養補助食品製造規範に準拠した管理と栄養補助食品健康教育法の成分表示を遵守しアメリカ食品薬品局へ製造施設を登録することにより製造会社 販売会社の責任で、米国内で販売できる。医療職は1988年の気象疾病用医薬品法で、特定の栄養素の摂取を管理する必要がある。疾病と医学的に判定された場合に、医師の指示に従って摂取されるものと定義されている。疾病に対して、栄養的に特別な必要性がある場合に、医師の指示に基づいて調合される。 アメリカでは、1952年に、ハーブ類を含む生薬はそのほとんどが医薬品から、外され7品目のみ残っていた。1984年、食生活指針が策定された後、健康への関心が高まっていた。同年10月に、ケロッグが、アメリカ国立癌研究所に認定を受け自社製品に、食物繊維の多い食品はある、種の癌を予防すると表示した。 シリアル食品は、ケロッグ博士により、数多くの健康器具や健康療法と共に、生み出されたもので、当時の健康ブームの火付け役ともなった。その後、他のメーカーもこれに追従し、このような表示が氾濫していった。結果として、食物繊維を多く含む、シリアル食品を食べる過程を200万世帯増やした。また連邦取引委員会は、 食生活の改善が難しいと考えられた。教育レベルが低い喫煙習慣のある女性に、こうしたシリアル食品の利用を増加させたと報告した。ムシーによって2000万ドルの予算でンを予防するために、フィトケミカルを特定して、加工食品に加える目的で、デザイナーフーズ計画が開始された。デザイナーフーズ計画では、ンに有効性のあると考えられる。 野菜類が40種類ほど公開された。その後、デザイナーフーズ計画はなくなった。1988年末から翌年にかけ、アメリカでトリプトファン事件が発生した。1990年、栄養表示教育法が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し、科学的根拠があると認可されたものに関しては、申請者でない場合も、 効能を表示できるようになった。健康の自由運動が活発になっていき、人々はサプリメントの使用の自由や効能に関する情報の自由な入手を訴えるようになった。効能表示は医薬品とみなされるよう規制され、また効能表示のためには医薬品を承認するレベルの認可が必要であれば、健康に対する自由が制限される。1994年。 栄養補助食品健康教育法が制定され、サプリメントの販売が管理されている。何らかの根拠があれば、効能表示が可能となった。1997年、FDA 近代化法が制定され、国家の研究機関か、全米科学アカデミーの文献を根拠に申請し、病気のリスクが低減できることを表示できるようになった。1999年7月、 普玉によって51%以上の全粒穀物を含む製品に癌や心臓病のリスクを減らす可能性があると表示できるようになった。1999年10月、普玉によって 6.25g 以上の大豆タンパク質を含む製品に1日 25g 以上の大豆タンパク質を摂取すれば心臓疾患のリスクが減らせると表示できるようになった。 1999年、条件付き効能表示、弱い科学的根拠がある場合にも正し書きした上で、表示をしもうていいこととなった。ピアソン対シャラーラの裁判によって、表示の禁止は、言論の自由に違反すると判決が出たことによる。ありがとうございます。